皆さんこんにちは。ニュースはですね、大学ニュースセンターというところに私初めて勤めましたので、その経験ぐらいしかないんですね。ですからある意味ではほとんど、今話題になっているニュース改革に関しては素人同然なんですけれども、その最初の滑り出しがニュースに担当してたものですから、経験の中でぼちぼち触れることもあったので、そんなことをですね、ご紹介させていただくということで、最初の2回の研究会の、スライドを林さんに送ってもらったら、すごいなという、とにかく簡単な声しか上がってこなかったんですけれど、あんな緻密な話ではないので、私の、経験から最近感じていることをですね、ご紹介させていただくという感じで進めさせていただきたいと思ってますので、気楽に、お聞きいただければと思います。この辺はその第1回第2回の、研究会でですね、話もありましたので簡単に、済ませたいと思います。で、ここですね、自らの経験で感じてきたことを、大学ニュースセンター、それからメディア教育開発センター、大学評価学友事業機構という教育関係の大学共同利用機関を渡り歩いてきたので、そういうところでこう感じたことを、少しエピソードをご紹介させていただくということです。それで、そんな経験の中で今京大で大学入試改革っていうのが課題とされていますし、これはこの文科大臣より中教審への諮問が出たところですのでね、その辺のこれからどうしていくべきなのかっていうような、私の感じていることをちょっとご紹介させていただくという感じで進めたいと思います。最初は大学入試の最焦点化ということなんですけれども、入試改革っていうのは、大学入試、受験地獄なんて言葉に代表されるようにですね、昔からこれが教育の中の一つの癌であるということは前々から言われていたことで、入試改革はしょっちゅう、出されていますし、国立大学、国大教でもですね、10年ぐらい前には入試改革のことが話題になって文章も出してるんですよね。そういったことで繰り返し繰り返し、話題になってきていることで、そういう意味で最焦点化という表現を使ったわけですけれども、6月に出てる大学改革実行プラン、それから総長が我々にとっては青天の霹靂のような記者会見がありですね、これもびっくりしましたけど、8月28日に出た答申の後にすぐ出た文科大臣からの諮問が入試であったということですね。こういったように立て続けに入試が取り上げられてきているということで、ちょっとびっくりしてるんですけれど、これは6月4日に出た大学改革実行プランの大学入試の改革というパワーポイントをそのまま取ってきたんですけど、文科省のでしたらそのまま取ってきても大丈夫ですかね、お調べの方、例えば代表的なのは、この辺は復習になるんだろうと思うんですけど、教科の知識偏重入試から意欲能力適正等の多面的総合的な評価へという、こういうことがありまして、一点刻みではないレベル型の成績提供方式の導入なんていうのは、うちの大学院入試はすでにやってることだなと思ったり、しましたし、それからここら辺もクリティカルシンキングなんていう言葉が入ってまして、これはもう楠木さんの専門ですね、そんなようなことが出てました。要するにそういったようなことを、入試の中に取り入れていってですね、現状は教科の知識を中心としたペーパーテスト偏重による一発試験的入試なのを、志願者の意欲能力適正等の多面的総合的な評価に基づく入試へという、こういう転換を図りたいというのが大学改革実行プランで、出てきたということだと思います。で、次に6月22日にそれを受けてかなと思ったんですが、京大でもかなり前から、なんか委員会はあったんですかね。平成18年以来ですか、入学試験検討タスクフォースという総長諮問のこういうタスクフォースができてたんですね。
こういう情報は我々のところ全然来ませんので、動いてたんだなと思いますが、こういったことで、東大の秋入試に対抗してでしょうか、まあ、その辺は深く詮索しないことにして、松本総長が記者会見で、京大は入試改革をやるぞということを発表したということですね。京大方式特色入試っていうようなことで特色のある入試をやるということだそうですけれども、で8月28日に、この大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策についてという諮問が中教審に文科大臣になされたわけでありまして、まあ、ここに書いてあることはもう常識的なことなので、まあ、今の時代に必要とされている人材を育成するための教育っていうのは大学教育だけに頼ってもいかん、初中等教育から大学教育にかけて連携していく、だからその接続っていうのは非常に重要だよということで、まあ、その接続をある意味で切断してしまっている部分がある大学入社選抜制度の在り方を検討していくっていうことが中教審に諮問されているわけですね。入試方法の多様化、評価尺度の多元化、受験機会の複数化を推進するということでしょうか、まあ、そんなことを中心にですね、まあ、この辺は、英語入試とかこの辺を随分入ってきたわけですよ、その入試改革と称して。しかし、結局こういうのを入れてもですね、まあ後でもちょっと付け加えますけど、学力不問となる、つまり大学入ってからついていけないっていうようなことが、ね、出てきたり、なかなかやっぱり難しい問題もあるということで、しかし学力検査への偏重っていうのはやはり歪みを生むので、新たな方法をですね、この多面的総合的な評価に基づく入試っていう、そういったものにこう転換していくことを考えてほしいということですね。まあ、こんな動きが、社会の中で、起こってきているということですね。この辺はもう皆さんご存知の部分だろうと思いますが、改めて復習させていただきました。それで、自らの経験で感じてきたことっていうことで、私は最初に、1982年の11月から大学入試センターに勤めまして、そこで3年半ぐらいいたんですが、その後メディア教育開発センターというところに移り、大学評価学部上機構とこう3つの大学共同領域間を渡り歩いてきまして、まあ、そこで、まあ、教育評価という分野が私の専門というようなことでしたので、いろんな形でそのテストに関わってきておりました、まあ、そのようなことをですね、ご紹介していければと思います。大学入試センターの研究部、まあ、これはまだ助手の時代ですけれども、当時は大学入試センターテストと言わずに共通一次試験と呼んでいた時代であります。その問題の評価などを担当いたしました。それから、いわゆる妥当性の検討っていうようなことで、内申書、共通一次、二次試験、大学成績の相関分析みたいなものをやりました。まあ、こんなような分析を通じて我々探索的データ解析という考え方に出会って、まあ、その本も書きましたけど、まあ、そんなようなのが大学入試センター研究部の時代でやったことなんですが、例えばですね、どういう分析をしたかといいますと、ここにありますような項目特性曲線、これによって一つ一つの問題の適切性を判定していこうということですね。でこの項目特性曲線っていうのは、横軸に能力を取りまして、縦軸に、その問題の正答率を取ると、能力が高くなるについて全て正答率は上がっていくわけですので、こんなような S 字型のカーブに、なるわけですね。まあ、これはその能力の尺度をどうかどういうふうに取るかっていうのはいろんな取り方もありますし、それからこれはあるロジスティック関数という関数でモデル化したもので、こな滑らかですけれども、実測値なんかでこういったグラフを書けばこうギザギザになってっていうことはもちろんあるわけですが、まあ、こういったような項目特性曲線で、適切性を見ていこうと。でその適切性っていうのは もう少し具体的に言うとどういうポイントかっていうと、
これは意外にあの教育畑の人も知られてないんだけど、この識別力っていうのは非常に重要な概念でありまして、これは項目特性曲線の傾きなんですね。この傾きがそれなりにないと、そこの部分の能力が識別できないということですね。あの横だと能力がこう違っても正答率が変わらないというのは、その問題でこの能力を識別できないということになるわけです。まあ、この識別力というのはあのロジスティック関数では2つのパラメーターが含まれるんですけど、その A という A パラメーターというので表現されているんですが、この、立ち上がりのところのこう傾きですね。ですからこれはあの、A が 0.9 と書いてありますけれど、識別力が比較的高いし、このこちらは 0.4 と書いてありますが、それほど識別力は高くないということですね。それからあとは難易度、それから立ち上がりの位置がこのぐらいのものっていうのは、能力が低い人でもあの 50% の正答率が確保できるという意味で、になりますけど、こちらは能力が少し高い人じゃないとその 50% の正答率まで達してないということで難しい問題になります。でこの立ち上がりのいわゆるこのカーブ、こちらに凸とこちらに下に凸と分かれる変曲点のところの値を B としてるんですけれど、この B を難易度のパラメーターと言ってます。問題の難しさを表すパラメーターとしてますけれども、まあ、この2つがこの項目特性曲線で見ることができるわけですが、まあ、特にこの識別力がきちっとあるかどうかっていうのをですね、検討してその問題の適否を判定していこうということですね。で特に大事なのはあのこれを見ても分かりますように、この項目っていうのは項目1と書いてある、これはここの部分は識別力高いんですけど、高い方はもう横になっちゃってますから、能力の高い人の力を識別しようと思ったらこれは適してないっていうことが分かります。逆にこれはダラ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 って上がってますけれど、能力が高いところでもある程度の識別力は持ってる項目って言えるかもしれません。だからどちらがいいかっていうのは、どういうあの能力水準の識別をしたいかっていうことに関わってくるっていうことは、これはやはり大学入試の時にはきちっと押さえとかないといけないことだろうと思います。でそんなんで共通一次の、試験問題をですね、いくつかこうやってプロットをしてみました。これ数学の、まあ、比較的典型な図形の問題なんかですと非常にきれいな項目特性曲線がありまして、これは横軸は能力の代わりにそのテスト問題の合計点を、まあ、これちょっと修正尺度得点なんて書いてありますが、まあ、一問もう配点の重み付けなんかも無視してどのぐらいの正答率かっていうのを表したものですけれど、非常に識別力もありますし、まあ、もちろん高いところではこう横ばいになるっていうのはこれは数学の一つの特徴なんですが、こういったようなものであれば比較的適切な問題であるかなという印象がありますが、数学なんかでもですね、結構難しい問題としてこういう論理の問題っていうのがね、よく毎年出てくると思うんですが、これはこんな感じでですね、ほとんどのところで識別力が低いし正答率も低い、しかしこういう問題っていうのはかなり上位のところはそれなりの識別力を持ってるぞということが分かります。ですから、まあ東大とか京大あたりのテスト問題としてはこういう論理の問題っていうのはその識別するのに、使える問題ですね。ところがある程度低くなるとあんまり識別力がこの問題は、合否を判定するのにはあんまり有用でないっていうような見方ができるかと思います。英語もですね、この問題は非常にきれいな単調増加の曲線があって識別力がどのレベルでもあるという、グラフになってますけれども、こんな問題もあるんですね。ですからちょっと引っ掛けるような選択肢が入ってくると途端に、二者択一でですね、多分これPuts on っていうのと is wearing っていうのは非常に似てるので、その二者択一でこの辺は鉛筆転がして決めてる範囲かなと思います。で上位の方はそこを判別できるんでしょうね。まあ、そんなような問題だっていうことが、まあ、だからより一歩踏み込んだ分析がこういったようなグラフを書けばできますね。まあ、低い方ももちろん、だいたいこれはできないと思ったら白紙答案も結構あるので、低い方はまたこうやって極端になってきますが、そんな英語の問題もあったということです。
まあここも簡単にいきますけど、国語の問題でもこれ漢文の問題ですけど割と識別力のいい問題と、上位までほとんど、これ宿側の宿つとにという意味として最も適当なもの、こんなのがむしろ下がっていってるって、だからこれはもう本当は問題としては悪問になりますね。正答率が少しでもこう右上がりでない、多少でも下がってきてる、3分の1ぐらいですから3つぐらいは選べるんだろうけど、その中からあとは、ランダムゲッシングやってることが伺えるようなそんな問題になってるということですね。まあ、こういったような分析を、しておりました。まあ共通一次の時今でもそうだと思いますが、こういう問題を、まあ、この識別力にこういった細かいデータを出してませんでしたけど、多分テスト得点を 5等分したぐらいの正答率の情報ですね、ぐらいは5等分したぐらいのこの正答率がどのぐらいの割合かっていうような情報は問題作成の委員会の方にはフィードバックされてたと思いますし、それから各方面からですね、例えば高校の先生の教会聞きますか、つまりからこの問題はどうなのかっていうようなことのいわゆる質的なフィードバックもあのニュースセンターの場合にはしておりまして、次の問題作成に活用していたというようなことです。それから、先ほど次の2番目に、私がやったということでしました内申書と共通一次と二次試験と大学の成績との相関分析、これ各大学から、そういうデータを集めて分析しようとしたんですけれど、結局先ほどのはこれは大学ニュースセンターの起用にまとめたものですけれど、後者の方はですね、科研を取って、2,30 大学集まってやってたんですけれど、まあ、簡単な報告書は出てますが、その分析に関して実は報告書らしいものが出せなかったぐらい難しさを感じたんですね。まあ、今ではメタ分析っていうのがあって、いろんなところでそのメタ分析の論文も出ておりますけれども、メタ分析をするにしてもそれぞれのデータがですね、その比較できるといいますか、そういう、要件が揃ってないとメタ分析書けても仕方ないことでありまして、そういう意味でですね、条件が非常に多様すぎるんですね。ですからその相関係数を比較するって言っても非常にこう困難を感じまして、途中でどうやったらいいんだろうっていうのが分かんなくなって、結局最後までまとめきれなかったんですけど、あと、まあ、よく言われるのはですね、要するに妥当性の検討の時に入学試験と、例えば大学に入ってから、つまり入学試験というのは大学に入ってからの教育にいかに適応するかということを見たいということであれば、入学試験の得点と大学成績とのとがこう相関をしてくれないといけないわけですけれども、その相関がどのぐらいかっていう妥当性研究っていうのは、まあ比較的多く行われるんですけれど、結局その相関もですね、この集団の切断の問題っていうのがあって、こういうように分布しているはずなんだけれども、大学の入ってからの成績っていうのは入学試験得点が上位のここの部分、合格した人しかデータが得られないわけですね。ここの下半分はデータが得られてない。ですからその集団の切断によってこんなぼやっとしたことになって相関が低まっちゃうんですね。でそこを全体のこう推定するような推定方式もないわけではないんですが、まあ、推定っていうのはあくまである仮説を置いたもとでこの相関を推定せざるを得ないので、それが本当にそうなのかって言われるとまた微妙な問題もありですね。なかなか入試得点と大学成績との相関が、高いからどうだ低いからダメだとか、そういうことは簡単に言えない状況というのが入試には付きまとっているということはまずあります。それからあとよくその科研の研究会なんかで議論になったのは教育の影響等の問題ですね。入試で合格させて入試得点のまんま大学の成績っていうのは並ぶのがいいのか、それは教育っていうのは全くしてないことにならんのかというような反論が出てきまして、それも最もの話でありましてですね、まあその相関で、この辺のところを見ていくっていうのは結構厄介なことだなという体験をいたしました。
まあ、こういった追跡研究は、まあ、相関係性だけでなくって、いろんな情報を得られればいいんだろうと思いますけれど、まあ、これから、かれこれ、25年以上は経ってますんでね、多分進んできてるんだろうと思いますけれど、こういう難しさも感じてきたというところであります。それから京都大学もおそらく出てると思うんですけど、入研教というのがありまして、この頃は国立大学しか集まってなかったんですが、最近は大学入試センターテストを私立大学も、受けられますので、全国大学入学者選抜研究連絡協議会でしたから、なんか長い名前があるんですが、入研教と、まあ、だから入試に関する全国の大学のある種学会みたいな感じのものですね、まあ、先ほどの項目分析の話なんか私はその時にも、紹介した覚えがありますけれども、トイレで行ったら隣に並んだ人が、随分細かい研究されてんですねとこう揶揄されたという記憶が残ってますが、まあ、その入研究の大きな議論の中で僕はいまだに別にそこでメモしてたわけでも何でもないんですけど、30年近く経っていまだに覚えてるのはこの議論ですよね。当時共通一次ってのは5教科7科目やってたんです。で、その5教科7科目っていうのは、優秀な学生が3教科でやってる私立大学に取られてしまうからやめてくれっていうね、先生が入研究の中でそういう意見を、まあ、この青いのはその時に感じた僕の感想ですけどね、3教科のスペシャリストが優秀と言えるのかどうなのか、国立は5教科7項目で粛々とやってきゃいいんじゃないのって、そこで集まってくれる学生と僕なんかは感じたんですけれども、その大学の先生方がやはり何を基本的に欲してるのか、入試でね、を通じてやっぱ自分の研究を継いでもらう学生が育ってきてほしいっていうのかな、なんかそういう思いっても非常に強いってことは分かりました。まあ、それはこれは研究でないところでの会話なんですけど、まあ、これもカメラだから言いにくいんだけど、某、二期校だったY 国大、Y 国大の先生なんですけど、要するに共通一次で輪切りって言葉が一頃ね、流行りました。要するに共通一次で大学に入ってくる学力層っていうのが輪切りされちゃって、似たような学力のレベルの子が入ってくると。で、最近の学生は個性がない、なくなったって、うちの大学の先生は言ってるぞって言われたもんですからね。でもその学力と、そのパーソナリティというか個性の部分って別に相関してないんだから、学力で輪切りしたってパーソナリティ個性のところはね、分散は当然あるはずじゃないんですかっていう反論を私はしたんですけど、要するに個性っていうのは、以前は授業でキラッと光る質問してくれた学生がいたっていう、まあ、この一点に尽きるようでありまして、まあ、こういう感覚っていうのは大学の先生方の方にやはり根強くあるっていうことをその時感じましたね。まあ、ですからやはりこの大学の先生方の感じ方っていうことを無視して、なかなか入試改革っていうのは大変だな、でそこを覆してこういう入試がいいよっていうことを持っていくときに、この反論に対してどういう理論武装をしておくか、まあ、そういったようなことが求められていくんじゃないかなと、まあ、感じたというエピソードであります。さて、続いてですね、メディア教育開発センター幕張にあります、これは放送大学をサポートしてするためにできた共同利用機関でありまして、まあ、放送大学が一人前になったあとは、いわゆるその放送だけじゃなくて、メディアを大学教育の中にどう活用するかということを中心に、やっていったわけですけれども、まあ、私は大学ニュースセンターからここに呼ばれた一つの理由はですね、単位認定試験というのがあるんですよ。でもこれはちょっと入試から外れますけれども、単位認定試験というのを毎学期やっていくということで、まあ、放送大学の授業は先生方も経験されている先生いらっしゃるかと思いますが、
大体放送大学に来てくださいって頼む時の殺し文句は、一度作ると4年間何もしなくてもいいですよっていうのが殺し文句なんですよね。ところが行ってみて愕然とするのは、毎学期ごとに試験問題を作らなきゃいけないという時に、大学では何々について論じなさいって地図式の問題やって適当に採点してやってて通じたものが、その数が例えば1000人とか放送通知ですからいる時に、今度はその問題でやってたら、もちろん助手とかがいっぱいいる話は別かもしれませんけど、なんとかなるのかもしれないですけれど、その採点をするのがとても無理では、その択一式の問題を作りましょうという話になるわけですが、択一式の問題も、大学受験の問題っていうのはいくらでもできるので簡単だろうと思ったら、自分の科目で択一式の問題を作るのがいかに大変かっていうのをこれやってみれば分かるんですね。それでその試験問題を作るのが大変で放送大学をすぐ辞めた先生がいるっていうことはよく噂になってたぐらいでありまして、でどういうことが起こるかというとですね、問題作るの難しいですから、これはだからこれから の京大の入試とも関わってくることだと思って紹介してるんですが、最初の年は学期はいいんですよ。最初の学期はそれなりに頑張ってオーソドックスないい問題できるんですよ。平均点が6、7割ぐらいのね、問題ができて、それはいいんですけれど、これ放送大学の場合は、これは日本の入試もそうですけど、同じ問題を続けて出せないじゃないですか、まあ、当然のことながら。ということは次の学期は違った問題をまた同じ数だけ揃えなきゃいけない。この時にオーソドックスな問題ができちゃってるので、その周囲の割とこういわゆる隙間の問題ができてくるんですよ。そうすると平均点がガクッと下がるんですね。だからその同じ授業を受けていて同じレベルであれば合格点が出なきゃいけない試験が、学級によってガタガタその合格基準が実は変動していることになるんですね。まあ、それをどうしたらいいのかっていうんで、まあ、私はテストバンク項目プールの開発っていう、そういうプロジェクトを立ち上げてですね、まあ、これは最近テスト理論の中でも項目反応理論、アイテムレスポンスストーリーというのがありまして、アメリカの大学の、SAT スコラスティックアプティチュードテストであるとか、あと何の略だか忘れました、 ACT とかいくつか大規模な、共通センターテストのようなものがやられてますけれども、それからもっと我々の身近で言えば TOEFL とかね、留学生の TOEFL なんかはエデュケーショナルテスティングサービスというところでやられてますけれども、そこは全てこのアイテムレスポンステオリーなどを使ってですね、項目プールの中から項目がその都度選ばれて試験問題が構成されて実施されるということがやられてきています。ところが、まあ、この項目反応理論で先ほど言いましたけれど、ロジスティック関数というのを大体使うことが多いんですが、パラメータ A とか B とかいうのはですね、実際にデータを集めないと推定できないんですよね。推定できないってのはどういうことかっていうと、実施しなきゃいけないってことですよ。テストを実施しなければこの項目反応理論というのは使えないんですよ。でそこでアメリカなんかの場合には、試験やったらその試験問題が公表されるってことは決してありえない。日本みたいにわーっと終わった瞬間にですね、夕方の新聞に今日の大学入試テストの問題と正解が載るなんてことはアメリカのテスト業界から言ったらありえないことです。要するに一度やった試験はその統計量を別の機械に使うっていうことが前提になってますから、それはもういろんな形で漏れるってことはあるんだろうと思いますが、極秘が原則ですよね。でトッフルなんかでも、まあ、私は実際にどれがそれかっていうのは認知してませんけれど、中にそのダミー問題っていいますか、その統計量を取るための問題が含まれていると。それは受験生には分からない。それは分かったらそれは力抜いちゃいますから意味ないんですけどね。その統計量を得るための問題も含まれているって話を聞いたことで、だから実際のテストの、点数を求めるときにはそのダミー問題を除いた形で点数は算出されているはずなんですが、
まあ、そういったような工夫もしながら、この項目反応理論というのを使ってやりますと、得点分布が大体予測できるんですよ。このぐらいの得点分布に、もちろん受験者の層がありますけれど、このぐらいの受験者の層が受験してくれれば大体こういう得点分布になるということも予測できるので、先ほどの放送大学なんかの場合でも同じレベル の合否ラインというのが毎回安定して、こういったデータが揃っていれば、できるということなんですよね。これも大学評価で言っちゃいますね。まあ、しかしこのテストバンクも作るのが実に大変でありまして、まあ、せめて100項目ぐらいの問題作ってくださいと、択一式で。これがなかなかうまくいかない、100項目でも、なかなかやっぱりその問題を作るっていうのが大変だなということが、その時の実感で、ほとんど放送大学でもこのテストバンクはそれなりにあるんですけど、これを利用してくださいっていうのは放送大学の先生になると、ご案内は行くと思うんですけど、あんまり利用されてないと思いますね。まあ、この経験で言いたいことは、多分先ほどの多様な、ね、総合的な入試っていうのをこう目指したときにですね、1年目にそれにいろいろその造形の深い先生なんか集まってもらえれば、なんとかいい入試できるかもしれないけど、それを継続していくっていうのはそんなに簡単なことではないですよっていうことを、とりあえずですね、言いたいがためにこの話も出してみ、ました。で、2000年から大学評価学位異常機構行きまして、大学評価学位異常機構ではいわゆる思考的な評価と今称してますけれども、この頃はですね、学部別に教育評価、研究評価っていうのをやってたんです。まあ、私は主に、全学テーマ別評価っていうのをやってましたけれども、全学テーマ別評価って例えば社会貢献であるとか、国際連携であるとか、そういうテーマを決めて、やってた評価ですけれども、それとは他に、学部別に教育評価と研究評価っていうのをやってましてですね、まず最初の評価の時に話題になったのが京大医学部なんですね。この評価が ありました。でどういう評価かっていうと、まあ、これだから最初の評価結果が出たんですけれども、まあ、激辛国立大学評価っていうのがね、新聞の一面にボンと出まして、学生の多くも面接もせずに学力だけで入学させている最低ランク京大医学部というのがねボーンと出て、でその京大医学部に大幅な改善が必要だっていう評価結果が突きつけられたわけですよ。毎日新聞、京大さん医者にするなら人を見て医学部入試最低にと、こういうようなね見出しが、まあ、この辺が評価の怖さでね、一人歩きをしていっちゃうんだなっていうことを痛感したわけでありますけれども、なぜこれ京大医学部が最低ランクついたかっていうとですね、この頃の評価は、まあ、今もそうなんですけれども、それぞれの大学がどういうことを目標にしているのかっていうことは評価しないよ、つまり大学がやりたいことは大事にして、いくと、それぞれの大学ね、そこがこういう評価をやると横並びになったり、いわゆる金太郎飴なんていう言葉が あるようにですね、大体似たようになっちゃったら困るわけで、大学が持っている目標を達成ちゃんとできてるかどうかっていうことを評価する、だから目標を立てたらそこを評価しないよっていう、そういう評価をやってたわけですが、で大体こんなことが医学部の場合にですね、教育評価の中では医学知識と高い臨床技能を持つ医師を育てるんだとかですね、豊かな人間性を有する医師を育てるんだとか、地域医療に貢献する医師の養成をするんだとか、こういう目的があって、まあ、この目的を達成するために、入学者選抜、入試に関しては多様な入学者選抜をやるんだとか、まあ、あと、これ辺はあれですかね、カリキュラム、教育課程の中でこういうことを身につけさせていくというようなこと、それから最終的にこんな力をつけさせていくっていうような、今で言えば、
アディミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーなんていうのはこの目標のところに並べられてたわけですね。で、京大の医学部は目的として何を書いてしまったか、豊かな人間性を有する医師と書いたんですよね。これを育てるって目標に掲げた。その豊かな人間性を有する医師を育てるのに、それにふさわしい教育 を授けるときに学力試験だけでその適性が分かるのかって追求されたわけですよ。まあおそらく面接の中でですね、京大 の医学部生の中にほとんどコミュニケーションも能力もない人もいるというような、まあ、噂的なことが出てきたのかもしれないなと想像に難くないんですけれども、まあ、いずれにしてもその学力だけで取るときにそういうネガティブな学生がごくわずかだと思うんですけど含まれているということが多分問題になったんじゃないかなと思うんですね。で、多様な入試選抜方法なんていうのは結局、これが学生受け入れ方針に関するその評価結果のその時 のまだ試行的な段階ですから6学部しかやってなかったんですけども、学生受け入れ方針というのは要するに入試の評価の項目は3大学がトップに十分貢献しているということですね。高知医科大学だったかな、とにかく地方大学なんかはですね入試工夫していて、そういうところはとにかく評価が高かったんですね。で飛び離れてこの大幅な改善の必要の位置っていうのがこれ京都大学の医学部だったということです。でその特色ある取り組み優れた点としては、アドミッションポリシーがね特色あるのが明確に策定されているとか、それから、まあ、追跡調査が実施されているとか、これですよね、多様な入学者選抜方法の実施、選抜方法が工夫されているとか、まあ、こういうことですよね。確かにまあそこまでよくできるなっていうような方法が確かあったような、例えば合宿して受験者集めてね合宿してまず面接っていうんですかグループワークさせてみたり、なんかそんなような入試方法を取ってるところもあったような気がします。で改善を要する点っていうのはこれも京大に関して言えば多様な入学選抜のが必要だよということですよね。それから追跡調査とかこの辺も多分、京大の医学部はちゃんと答えられてないんじゃないかなと思うんですけれども、この辺が課題になっているということですね。でまあ、この結果を受けて実は医学部は面接を入れてるんですよね。多分、受験者全員面接をしてるんじゃないんでしょうか、まあ、それがどのぐらい効果があったかどうかはよく分かりませんが、ちらっと聞いた範囲ではスクリーニング的に、あまりそういうコミュニケーション能力なんかがひどい学生はそこで跳ねることができているというような噂も聞いたことありますけど、この辺は定かではありません。しかしまあ我々はこれ大学評価にいてですね、何を言ってたかっていうと、別にはその人間性豊かな医者を育てるっていうのはいわゆる出るときにその人間性豊かな医者になってればいい話であって、入学試験の時にそれを問題にする必要があるのかっていうことですよね。だから僕なんかさ大学入試なんかで関わってたから、大学入試で公平な方法として一番定着してきてるのが学力を中心とした、まあ、今問題にはなってるけれどもその学力試験であるわけですから、我々は学力試験、今まで積み重ねてきた我々が日本の中で積み重ねてきた学力試験というものを使って、まあ、公平性というところに、焦点を当てて学生を選び、このカリキュラムによって人間性豊かな医者を育てるんだから問題ないんだって開き直ればいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくて面接試験を入れてしまったと。でこれは京大の医学部は全然そういうことが問題になってませんけれども、まあ、そういうような例えば人間性の豊かさとかですね、こういうより人間にとってこう根源的なことを評価するっていうことが本当にいいことなのかどうなのかっていうのはね、一度慎重になって考えてみなきゃいけないんだろうと思うのは、まあ、板倉清信が言ってることですけど、一番大切なことは評価してはならないっていうね、
これはまあ、逆説的なようですけれども、非常に重要な、含蓄のある言葉だろうと思ってます。この人間性とか意欲とか、これを公的に評価するっていうことを考えるとですね、まあ一つは、一番大切なことみたいなものっていうのは非常に抽象度も上がるし、複雑さも増すし、ですから、そういったものが簡単に測定できる、入試で順番をつけなきゃいけないというような状況においてね、ほど単純ではないだろうということももちろんあるんですけれども、その大切なことを公的に評価することで起こる倫理的問題みたいなものをどう配慮するかっていうことがね、抜けて落ちてるんじゃないかということでありまして、要するにこれ人間性で落ちたらあんた人間性ないっていう話になってきますから、学力がなければもう一度勉強して次チャレンジするんだけれども、その人間性みたいなことを否定されるということは、そういう倫理的な問題にも絡んでくる。それこそ試験落ちたぐらいでね、全人格的に、なその判断しちゃいかんよって我々は言えるんだけど、人間性を判断するために面接やって面接で落ちました、じゃあどうしたらいいのかっていう話になってくるとですね、それはこう単純な問題じゃなくなってくる場合もあるんだろうと思うんですね。まあそういったことを少し、その新たなその入試改革の方向性においても、これで落ちた人がどういうように社会的に捉えられるのかっていうあたりも含めて何か考えておく必要があるんじゃないかなと思ったりするわけですね。まあ、それが大学評価学位授与機構にいた頃の話でありまして、まあ大学評価学位授与機構では認証評価基準、これ認証評価の方ですけれども、これに、基準4に学生の受け入れっていう項目がありまして、ここで、2つの基準があります。入学者受け入れ方針、アドミッションポリシーが明確に定められ、まあ、ここはもう最近どの大学でもね、しっかりやるようになりましたけれど、それに沿って適切な学生の受け入れが実施されていること、ここですよね。この適切な学生の受け入れが実施されていることっていうのをどういうように、見ていくかっていうことが、まあ、一つのポイントになっていくんだろうと思います。まあ試験の方法を採用するときには、それにその適切性も考慮しながら導入していくということはあるんだろうと思いますけれども、それが本当に適切と言えるのかということは、やはりこの基本的な観点の中にあるね、それを検証するための取り組みが行われているかどうか、その結果を入学者選抜の改善に役立てているかどうかという、ここら辺の取り組みがやっぱり今後問われていくんだろうと思うんですね。やはり入試を変えましたということは、まあ、そこまではなんとかできるんだけど、じゃあその変えて本当にこのアドミッションポリシーに沿った適切な学生の受け入れになっているかどうかということが言えるまで、やはりきちっと見ておかないと、やはり、途中で、つまずいていくのかなと、続かないのかなと思いますね。あと、まあ、これは我々大学院、私は大学院しかタッチしてませんけど、実入学者が入学定員と比較して適正な数となっていることっていうのが出ておりまして、まあプラスマイナス3割ですから、うちの場合には全然問題にまだならないんですけれど、認証評価は7年に一度ですかね、7年の間でプラスマイナス3割を超えるようなことが起こったら、やはり基準に抵触することになりますので、まあ、その辺はちょっと見通しながらやっていく必要があるんだろうと思います。まあそういったような経験をする中で、最後に、これからじゃあ大学入試改革どういうことを見ていったのがいいのかという課題をいくつか挙げて、おしまいにしたいと思います。でここに取り上げてきたのはですね、まあ私のこれ経験でもあるんですが、いわゆる早期入学の委員会がありまして、また最近は秋入学の話とも絡まって、早期入学の制度を改めるというのはですね、早期入学はもう千葉大なんかは十数年やってきてると思うんですが、高校2年で大学に入れるという制度を作ったわけです。ところが高校2年で大学に入ると高校卒業資格が今までもらえなかったんです。
だから大学を中退すると中学卒業になっちゃうんですね、いきなりね。まあ、そういう問題があったのを、高校2年で飛び入学で大学に入った生徒は高校卒業を認めるよというような制度に今改められたと思うんですけれども、まあ、その飛び入学の委員会に関わってたっていうこともあってですね、その飛び入学の選抜試験っていうのはこんな形で行われてるよっていうのを教わったので、もちろんこれは受験生の数の問題がありますんでね、そこは勘案しなきゃいけないんだけれど、課題論述っていうのは、まあ、これ大体数学理数系の子なんで9時から17時昼食持参、その代わりその教科書参考書辞書ノート等々、電卓も良かったかな、でパソコンはダメなんですね、多分インターネットなんかで外につながっちゃまずいっていうことなんだろうと思いますが、持ち込み課で丸1日かけて1つの課題、要するに、何かを証明するのかなんか分かりませんけど、そういう問題にトライさせるという試験形式を取ってるんですね。まあこういったように、まあ、だから9時から17時8時間もかけて、やるっていうことは我々の立場からするとフィジビリティというか実行可能性がかなり乏しいかもしれませんが、一人についてかなり時間をかけて何かをやらせるというのはどうかっていうのは一つの、まあ、我々京大っていうね、その大学にあって、単に何て言うんだろう、意欲とかそういった多面的に見るということでやり始めると、ある部分くじ引くみたいな感じにもなってきて、っていうような懸念もあるわけで、やっぱり学力ある程度、京大の教育学部でやってきた教育とか、それこそ卒論書いたり修論書いたりっていうのに結びつくためにどういう力が必要かっていうことを見ていくとすればですね、まあこんなような試験方法っていうのが一つなので、この飛び入学、千葉大の飛び入学もですね、実は理系だけじゃなくて人間探究コースっていうのがあるんですよ。まあ、これ大体心理系の領域だと思いますけれども、これはですね、前期日程の個別学力試験を受けるんですね。それプラス、課題論述、これは科学的思考とか発想の多様性を問う課題って書いてありましたけれど、それ90分で一つの論述課題を、やらせるんですね。それプラス面接というような形で、まあ、個別学力試験を受けさせているというところで、その辺の学力面のある程度保証を取ろうということなんでしょうか。まあ、こういったように一人一人の受験者にやっぱり手をかけていくというのは一つの、生き方なのかなと思ったり、しました。それからですね、もう一つはもう最近話題の、国際教養大学、秋田の公立大学ですけど、中島峰夫さんというその東京外語の学長から、行った方ですけれど、学長やっておりますけれども、まあとにかく英語で授業をやったりですね、非常にユニークな教育をしているところですけど、まあここに挙げたのは多様な特別選抜入試、これ以外に、一般入試っていうのでほとんど入るんです。一般入試っていうのでほとんど入るのが大体全部200人弱ぐらいの、定員だったと思いますんで、ここに上がってるのはこの人数を足していくと大体 2,3 割ですかねぐらいの部分を特別選抜入試っていうのをやってるんですが、まあ、この中で面白いなと思って、まあ、一般的にもやられてる推薦入試とか英語入試とかねありますが、それから留学生の入試っていうのはまた別枠でありますが、グローバルセミナー入試っていうのがあるんですね。これは京大でも最近、このグローバルセミナーって何かっていうと、秋田県内高校生を対象として5月と8月に実施するグローバルセミナーっていうのを国際教養大学では開催している。だからいわゆるオープンキャンパス的な、あるいは高校への出前授業的な、なんかそういうセミナーを開催しているということですね。でそれに参加した際にですね、参加者にレポートを貸していると。レポートを書かせていて、そのレポートがいわゆる答案になるわけですよ。そのレポートを採点する。
で、あと実際にその参加者が国際教育大学に受験してくれるとは限りませんので、最終的に調査書、面接などにより選抜するということですね。まあ、こういうようなセミナー入試っていうのが今ここだけじゃなくて、いくつかの大学で聞こえてきてますんで、まあ、そういったようなオープンキャンパス的な、機会に実際に大学の先生方が課したレポートで、どんなレポートを書いてくるのか、まあ、この前もちょっと話題になったのは、高校生にも 卒論を書かせたらどうかっていう話があって、まあ、それ実際に書かせてるのは筑波大附属の駒場らしいんで、やっぱりそれはトップ校のトップクラスの高校だからできるんだろうと思うんですけれど、まあ、高校生もそのクラスになると相当しっかりした卒論をまとめるそうで、まあ、そういうのを見ればかなり力というのは分かるんだなということは分かりましたけれど、まあ、いずれにしてもその高校の、高校生の、こういった大学教育でやるような活動や最近は交流も増えてきてますので、その中で実際にこういう成果を出させたものをベースにして、それを一つの選抜資料に使っていくというようなあり方ですね。それから国際教育大学は4月入学、9月入学っていういわゆる入学機会が2回ですから、卒業も2回ある、体制を取っていて、まあ、それだと9月入学っていうのもあんまり違和感なく導入できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その分おそらく9月から始まる、基礎から始まる科目も開講しないといけませんから、先生方は大変になるんだろうと思いますが、まあ、そこで秋入学なんかで話題になっているギャップイヤーっていうのがあって、ギャップイヤー入試っていうのがあるというのはちょっとびっくりしましたけど、おそらくギャップイヤー計画書、最初の半年はこれ9月入学になってますから、ギャップイヤーでいろんなことを経験して、でその経験をもとに大学に入ってくるっていう学生を認めようっていう話になっているんだろうと思いますけどね、まあ、そんなことも、一つのアイデアとしてあるんだなっていうことが、まあ、最近、得た情報の中ではあります。まあ、あとは今まで言ってきたことなんですけれど、まあ、やはり入学試験、どんな入試改革といってもですね、信頼性、妥当性っていう、まあ、これは教育学にいる先生方でしたらその評価の基本としてある部分だと思いますけど、これをやっぱり確認していくっていうことがないと、この2つが揺らいでいる方法ではおそらく長続きしないだろうと思うんですね。まあ、その他、まあ、先ほど言った識別力とかですね、まあ、私なんかもセンターは工学部と連携して工学部の授業アンケートなんかやったことがあるんですけど、その時に工学部の先生の、ね、話なんか聞いてちょっとびっくりしたのは、最近数学の力落ちてるっていう話がよく出てくるんですけど、いやでも今年の工学部の学生にはですね、数学が0点で入った学生がいるらしいんだよねなんていうのが、そういう話が出てくるんですよ。僕もオフレコかもしれないんだけど、数学が0点で入ってくるような数学の問題ってのは、要するに僕ら言わせれば識別力っていう観点が全然その問題作成の時にどこにあったのか、ちょっとその辺は分かんないんだけれども、やっぱりそういうことでね、その数学の力が下がったっていうのでは馬鹿らしいわけで、まあ、おそらく数学の教えてる先生方が数学の力っていうのはこのレベルがあればまあなんとかなるっていうレベルがあると思う。そこをしっかり見極めるような試験問題作っとくっていうのがまあ常識なんだろうけど、難しすぎておそらく想像するに0点でも入れてしまったと。でそういう学生が数学関係の授業に出てたら全然ついてこれないということがあるんだと、これは本当に困るわけですよね。まあ、そういった確認というのはやっぱり今後もしてどっかでしていかなきゃいけないということですよね。それから問題作成と問題作成のですね、の維持管理の必要性っていうことですよね。それこそ総合的なものになってくるとですね、まあこれは実際に入試を経験していくと分かると思いますけれども、
とにかく同じような問題が続いてはまずいわけだし、もう日本ってそういう意味でシビアな国で、あの予備校とほとんどあの類似した問題が出たって言ったらもうニュースセンター叩かれちゃうわけですからね、まあ、そういったようなチェックもしていかなきゃいけない、まあ、そんなことも含めてやはりこの辺の、入試問題になると、なかなか簡単ではないはずなんですよね。まだ私がここで関係して大学院なんかの場合にはね、1問2問の問題でなんとかなるということもありますんで、そこら辺までは、あまりそうこういう体制っていうのは必要ないかもしれませんけれど、それからあの最近はこの校内接続の課題でよく出てくるのはやっぱり学習指導要領の改定などの情報が全然共有されてないって言いますかですね、まあ、私なんかも教育学部で教育心理尺度開発演習っていうので因子分析なんか教えようとするときにみんな行列を習ったよねって言ったときにちゃんと行列であの教えるあの教案を点で持ちながらイエスを期待しながらいや私たち全然習ってませんと言われたときのその授業の辛さってのはないわけですよ。もう行列出せないっていうのがね、そういったことも含めてやっぱりこの辺の情報共有っていうのを、まあ、この辺は一つの FG に課題になるんでしょうけども、最近はあの去年聞いてびっくりしたんだけれど筆記体を教えてないんですってね、英語でも。ですからあの三角関数でサインをこう筆記体でサインって書くと子どもたちは何のことだか分かんないっていうことがあるらしいんですよ。そういうことも大学先生方はおそらくほとんど知らずに筆記体使って黒板に書いてるに違いないっていう部分があったりして、まあ、その辺の情報であの最近もですね、まあ、これあのアクティブラーニングっていうのは最近ね大学の FED ファカルティディベロップメントの中でも出てきてるので、それをうちでよくやってるのは溝上なので、彼から聞いたんですけど、いや高校でもあの数学活用っていう科目ができたんですよっていうんですよね。だからまあ、いわゆるピザ型 の問題っていうのが最近話題になっていて、実生活の中で、生活するときに、まあ、そのお金の情報を処理したりグラフの読み方がどうなのかとかいう問題があるじゃないですか。おそらくまあそういったように実生活と数学の考え方とこう結びつけるような科目なんかができてきてるんだけれども、まあ、この辺なんかも実際にこれに関してどんなようなあのこれをもし入試の範囲に取り上げるとすればねどういう問題になったらいいのかなんていうのは今後の課題ですよね。おそらくこの辺が問題になれば一つの入試改革の目玉になると思うんですよ、まあ、これ以外にいわゆる数学だと数学123とか ABC とか多分あってその辺は割と従来通りの問題でなんとかなるんだろうけれど、ここはだからあんまりまだ数学活用なんていうのを範囲にするっていう入試要項はあんまりないんじゃないんですかね。よく分かりませんけど、まあ、いずれにしてもこういった学習指導要領であるとかその科目の変更なんかの情報っていうのはなかなか、我々レベルでは追い切れないっていう感じがしてますね。だからあとはその追跡研究の必要性ですよね、まあ、こういったようなことがあるのでやっぱり研究組織を定常的に保有していくことが大事なんだろうと思ってるわけで、だからこの辺は松本総長がどういうように考えていらっしゃるのかね、まあ、あの追跡研究にしてもですね、まあ、この辺の学習指導要領なんかの問題にしても、それなりにその教育畑で、カリキュラムやってたり、データ解析やってたりという人でないと、時々あの評価の領域にいると、と思うのはあの数学者を呼んでくるとこの辺の処理はあの間違いなくしてくれるっていうなんか誤解があるみたいで、まあ、やはりあの往々にして数学者は誤差が入ってたら途端に困るとかいうことがあったりっていうこともあるので、やっぱりあの教育測定心理測定なんかの専門家がねこういう通信研究なんかの時にはやっぱり必要になると思うんで、まあ、そういう人も含めた研究組織をまあ、今度総長に会ったらちょっとあの本気で入試改革やるんだったらうちのセンターにあの入試部門つけてくださいっていうことは思ってるんですけどね、 2,3 人ちょっと教員を補充してそうすると教育研究家の助っ人になりますんでまああのそう簡単にはいかんでしょうけど、
今大きいの人の貼り付けに関しては大変な問題が起こってますんで、ということで、私からの話題提供を終わらせていただきます。どうも雑多な話で大変失礼いたしました。ありがとうございます。